はい、どうも赤星です。どうも、もう返せません赤崎です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、さあ皆さん、本日行ってまいりましたのは、そう、ラーメン千里眼でございます。はい、まあ、有名ですよ ね、 これは有名ですね。はい、まあちょっとね、なんで今回行ってみたかね、まずはこちらをご覧ください。出ました、何これ、緊急販売コラボイベント、ニンニク三昧、これでもかさらにニンニク入れますかの食券。なげえです。え、どういうことこれ。いや、これどういうことか、うん、ね、これまず何なのか、これな、ニンニク三昧これでもかって、これ何なのかっていうのを、まず14時53分に買ったんだな。日付が出てたからね。あの、こちらね、うるう年の2月29日にのみ食べられる、4年に1回しか出ない混ぜそばなんだけども、めちゃめちゃ貴重じゃん。そう、ニンニクの日ね、ニンニクの日のみ。今回なんと、あの明星から、うん、ね、こちらをイメージしたカップ麺が出るよということで、まあうるう年じゃないけども2日間限定で、あー、なるほどね、ご提供。ちょ、イレギュラーだけど。そうなんですよ、うん、なのでね、これがどう限定なんでしょうかと。この商品何なの、まあ、本来のと何が違うかっていう、うん、本来は野菜、ニンニク、生姜、油で、あと辛い油揚げ。いや、まあこれでもね、全然これでも全然多いけどね。そうそう、ここにガーリックの唐揚げとガーリックマヨネーズ、ガリマヨ、これがトッピングできるということで、2つ、はい、こちらとこちらね、ちょっと影が出ちゃってるけども、ミスターゲームウォッチみたいなちょっとね、あの、どうしてもこれ出ちゃうんですよね。ガリカラと唐揚げ入ってるけども、見た目ではよくわかりません。だけど味がね、めちゃくちゃ辛いのと少しガーリックの風味が入ったのが入ってるんですよ。これマヨとかがね、効いてくるわけだよ。そう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 、わかる人にはわかるんです、うん、ねえ、さあ食べてみてもらうね。これをね、うわーっと揚げていきましょう。見てください、この麺ね、え、入ってるね。いや、入ってますよ。これいろんなものが絡んでるわけだ。はい、これカタカタなんですよ、結構。カタカタって何？カタカタです。硬さはもうガリマヨの滑らかさと醤油の味がね、非常によく絡んだ美味しい麺ですね、うん、そしてね、あの、上の方で今野菜を取りましたけど、これあのガリマヨがね、すっごい絡んでるんで、うん、こう麺と組み合わせなくてそのままいってももううまいです。なるほどね。なのでね、やっぱりガリマヨのうまさだよね。あ、そして、あ、これ何、これこちらね、見覚えがないですよ、これは。限定、これも限定、うん、ピンク色のお酢のニンニクです、これ。またニンニクなの。これもニンニクです。ビネガー三昧なんですよ。で、独特なね、辛さなんですよ、これ。これは食べてみないと分かんないな。でもらっきょうの、ま、ニンニク版、分かんないわ。辛い、もっと辛いバージョンな。いや、ちょっと食っときたかったな、これマジで。いや、これは本当にね、次2年後食べられますから。2年後か、ね、そしてデフォルトのあのニンニクもマシマシで入ってるんで、このようにデフォニンニク、ビネガーニンニク、ガリマヨ、ガリから揚げが4つ入ったニンニククインテット。いや、まあ相当すごいの分かったよ。です。ねえ、この奏でるニンニクの豚メロディー、豚いきましょう。いや、千の豚うまいよね。いや、そうなんでね、今回はあの豚増ししてなかったけど、めちゃめちゃ柔らかいんでね、うん、これ豚増しはぜひしてくださいというか、マストです。悔やまれるぐらいだ。もう絶対入れてください、豚は。そしてね、おなじみ黒胡椒、バリ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 やっていきます。シャレてるんですか。シャレ系のね、粗挽くタイプの詰め替え胡椒です。粗挽くタイプって言わねえだろ。あの、玉の胡椒ってあんま詰め替えしないけどね。いや、知らないんだよね。胡椒三昧おめでとう。これでもか。おめでとうなのかな、それは。ね、入れてみましたけど、やっぱり混ぜそば胡椒でも入れると美味しいですか。いや、そうだね、味変たくさんして ね、うん、で、後半やっぱね、辛いんすよ。唐揚げがやっぱり効いてる。そうそうそう、唐揚げがふやけて中の辛味成分出てくるんで、別皿でね、オーダーもできるから、少しずつ入れてってね。絶対そっちの方がね、まあ人によってね、まあちょっと、うん、いいかもしれない、うん、というわけで、あの、全部の汁まで飲んじゃいましたね。あの、混ぜそばと言いつつも汁入ってるから、まあまあ、混ぜそばあるわけね。ごくっといっちゃいました。さあ、今回も麺量、野菜、それから油量、ニンニク量、総合して 87.5 いただきました。これ量ですね。これは量です。単純に量の問題。美味しさとかじゃなくて、量が増し増し 87.5 です。ねえ、次はやはりさっきも言いましたけど、2年後なんで、それまでに1回千里眼食べて、そして2年後にこれをまた食べてください。以上、千里眼でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。